先日大好きなアバターのリマスター上映に行ってきたんですけど、劇場を変えてもう一度行きたくて、結局行けなくてね、都合で、未だに悔やんでるんですが、その代わりということではないんですけど、なんとですね、2001年うちの旅がまた劇場でかかるそうです。昨年から数えると4度目の劇場上映となりますから、かなりね2001年優遇されている作品と言えますよね。今回も関東ローカルにはなっちゃうんですけど、神奈川県の川崎市にあります映画館チネチッタさんで上映されるとのことです。期間はね、11月4日金曜日から11月10日の木曜日の1週間限定ということで、上映時間は決まり次第公式サイトでアナウンスされるそうです。チケットが大人1100円とめちゃくちゃ安くて、そしてチネチッタさんがライブザウンドというね、音響にもとてもこだわった劇場らしいので、そのあたりも楽しみですね。この上映はチネチッタさん100周年にちなんだ特別上映ということで、おめでとうございます。そのね、めでたい特別上映ということで、2001年うちの旅と合わせて黒澤明の7人の侍も上映されるそうです。この2作品の特別上映ってことなんで、あれですよね、2001年宇宙の旅って前奏とかインターミッションとかがね、何かと取り沙汰されることがありますけども、7人の侍もね、デカデカとスクリーンに踊る休憩の2文字がね、有名ですよね。そんな不思議な共通項のある2作品なので、頻尿の方にもね、安心して鑑賞できるラインナップと言えるんじゃないですかね。個人的にはね、11月行けるか行けないかちょっと微妙なんですよね。かなりね、前半バタついているという時期で、だけどね、皆さん、これは今回2001年うちの旅、じいちゃんおばあちゃん、お孫さん、そしてお隣さんまで誘ってですね、ねちったさんへぜひ足を運びましょう。あとはあれですか、12月にアバター2が公開されますんで、それがめちゃくちゃ楽しみですね。本当に楽しみですね。ということで、今回以上でございます。ありがとうございました。